お待たせいたしました。それでは本日は奥和人農林中央金庫理事長にお越しいただきました。当日本記者クラブに農林中央金庫の理事長が来られて会見するのは初めてのことです。奥理事長は今年の6月、9年ぶりに農林中央金庫のトップが交代するという中で理事長に就任して以降ですね、一度日本記者クラブにおいでいただきたいということを記者クラブより申し入れておりまして、理事長就任後ロンドン、ニューヨークで、さらには IMF 総会でインドネシアのバリ島に出向くなどですね、海外への出張が相次いで、今週の月曜日に帰国されたということで、その後今週にそのまんま日本記者クラブに来ていただいて、今抱えている農林中央金庫の全体の課題問題点で、そしてこれから一番力を入れていく食と地域の暮らしの問題等についてですね、本日は理事長から直接皆さんにアピールをしていただくということで、日本のメガバンクとほぼ同じ100兆円のですね、資産を抱えている農林中金の今後の在り方についてもですね、合わせてお話を伺いたいということになっておりまして、皆さんのお手元のところにあります、資料等に基づいて、これから奥理事長自らご説明をしていただけるということで、その説明後に質問を受け付けたいと思っておりますので、よろしくお願い申し上げます。申し遅れましたけど、本日の司会進行させていただきます、当クラブ企画員のテレビ朝日の川村でございます。それでは理事長、一つよろしくお願いいたします。座ったまで恐縮でございます。皆さんこんにちは。ご紹介をいただきました農林中央金庫の奥でございます。本日はこのような機会をいただきまして本当にありがとうございます。最初は川村さんからお話をいただいたときにですね、一民間の金融機関のしかも成り立てのトップがですね、どんなことを話してやらいいものやら少し戸惑った次第でございますけれども、私どもは農林中央金庫法によって設立されている、あるいは法律によって農協なりのですね、指導する権限を与えられているというようなことを考えますとですね、やはり法をいただいているということからすると、適切に説明責任を果たしていく必要があると、こういうふうに認識しておりまして、今日の場をですね、お借りして、ぜひ皆さんに農林中金のこと、あるいは農協のことをですね、少しでもご理解いただけるよう精一杯頑張ってご説明をさせていただきたいと思いますので、どうかよろしくお願い申し上げます。最初に少し自己紹介をさせていただきたいと思います。スライドに私の経歴等ありますけれども、この経歴といいますか、私のですね、農林水産業との出会いというか原風景みたいなところを少しお話をさせていただきたいと思います。出身はそこにあります、福沢諭吉とですね、唐揚げで最近有名な大分県の中津市というところでございます。中津市というところはだいたい海に沿ったところでございますけど、そこからさらに山に入った耶馬渓という山間地域でございます。写真にありますように西の日光と言ってくれる方もおられるんですけど、とかく景勝地はですね、農業なりなり合いには本当に厳しくてですね、私どものところにも本州から開拓で入植をされてですね、開拓したところでの畑作だとか酪農だとかですね、大変苦労されて営農している姿を私子ども時代に覚えております。またそうした地域で、私の父の話で恐縮でございますが、本当に小さい農協でございましたけれども、16期48年組合長をしてですね、そういう中で父が苦労してたなという思うのは、
非常に貧しい農村でですね、一方で農家が作ったのをいかにまあ付加価値をつけて売るかというところにまあ腐心してたんだろうなというふうにまあ子ども心にまあ覚えているところでございます。したがってですね、まあ、村のその製材所から出たおがくを使ったえのきだとかですね、それからまあこの開拓の農家の方が絞った土をまあ加工販売して売るだとかですね、それからまあ北九州やまあ福岡と近いわけでございますけど、そこで生協を作っていただいて、まあ、生協とこの農村のまあ産直運動を始めたりだとか、あるいは有機農業をやったりだとか、あるいはまあ農家の方が作ったまあ総菜をですね、まあ、商品化するだとか、そんなことを見てきた子ども時代でございました。ところで私大分県ですから、特産のカボス大使というのを任命いただいておりましてですね、まあ大分への恩返しでもございます。お手元にこのつぶらなカボスというのをご用意させていただきましたので、ぜひ試飲をしていただいてですね、おいしければぜひ一人でも多くの方にお伝えいただければありがたいなと、こういうふうに思っております。前置きが長くなりましたが、今日は全体で60分ほどお時間をいただいているとお聞きしております。1点目は私どものグループの特徴なりですね、農林中金のことを少し、まあ、概括して見ていただきたいと思います。その上でですね、今私どもの中期経営計画でどんなことを取り組んでいるかというようなところを、まあ、ご説明させていただいた後ですね、最後にまあ、100周年なりに向けて私どものこの向こうこの先どんなところに取り組んでいくか、あるいはその環境をどういうふうに認識しているのかと、こんなあたりを説明させていただければというふうに思います。グループの特徴3点でございます。1点目は法律がですね、農協法というのがあり、あるいは水協法というのがあり、あるいは森林組合法というのがこれ縦にそれぞれあります。一方で農林中金はですね、それとは別個に農林中央金庫法というのがございます。でところが、まあ、農協も漁協もですね、信用事業をやっておりますので、信用事業のところに関してですね、再編強化法というのがそれぞれあって、信用事業のところが、まあ、農林中金と漁協なり農協がつながっていると、こういうことでございます。2点目の特徴がですね、三層構造であり、まあ、総合事業体ということでございます。まあ、市町村にあります農協がですね、メンバーである農家の、まあ、生活であったり生業に関して必要なサービスを提供していくということでございまして、その農協に対して、都道府県段階あるいは全国段階にある連合会というものがですね、プロダクト別にプロダクトなりインフラを提供していると、事業別にインフラを提供しているということでございます。ちょっと絵を置きましたけど、私どものグループの、まあ、理念でございますけれども、一言で言いますと、まあ、一次産業に従事している人あるいはその関係する人にですね、ゆりかごから墓場まで丸ごと支援していくんだと、メンバーのライフステージに寄り添いながらですね、時代を次につなげていきたいというのがグループの理念でございます。3点目の特徴でございますが、まあ、共同組織でありメンバーシップ制であるということでございます。株式会社はご案内のとおり、お客様と、まあ、会社とそれから株主、まあ、一応それぞれ分かれておりますが、私どものグループはですね、メンバー同士がそれぞれ助け合うということを目的にですね、出資者と運営者と利用者すなわちお客様が三位一体の関係にあるということでございます。もっとも事業運営の専門家にですね、事業運営を経営をさせて、それを、まあ、メンバーの代表が監督したりですね、あるいはメンバー自身もですね、農業者だけでなく農業を引退した人だとか地域に住んでおられる方がですね、利用者として加わっているということでございます。全国で世界中もですね、こういう共同組織形態というのは決して珍しくなくてですね、 ICA に登録しているだけでも110カ国、まあ、300団体以上12億人が、まあ、このメンバーになっていると、こういった状況でございます。
次に農林中金について少し3点ほどご説明申し上げたいと思います。農林中金のですね、法律目的をちょっとぐちゃぐちゃっとたくさん書いておりまして恐縮でございますが、ここに書いているのはですね、農林中金庫法の目的はですね、農協のために金融の円滑化を図りなさいということが書かれております。ですから一義的にはですね、農林中金は農協に対して資金の融通をする、その農協が農家組合に対して融通するということでですね、間接的に農林水産業の発展につながることをやっていきなさいと、こういうのが法律目的でございます。かつてそういうことで農村に対する金融を提供するということで、農業界の日銀みたいな例えをされることもございます。一方でですね、2番目のところでご説明しますが、本当にこの間接的な取り組みでいいのかというのがですね、今の現行中期経営計画の考え方で、もう少し前に直接的に出ていくべきではないかという考え方で、後ほど現在の取り組みをご説明したいと思います。ちょっと打足になりますが、農林中金の民営化の歴史なりというところをちょっと触れさせていただきます。1923年でございますので、ちょうど関東大震災の時でございます。その時に設立されてですね、その20年後の43年にですね、農林中央金庫法というものになりました。一方で1959年に政府からいただいてた出資を全部買い入れ焼却して、あるいは73年と86年にそれぞれ政府が出資義務があったり出資資格があるところが全部削除されてですね、1986年に完全な民営化になったということでございます。また2002年にはですね、監督と所有の経営の分離をする経営管理制度が入ったりですね、あるいは後ほど少し触れますが J バンク法といわれます、先ほど見ていただいた再編強化法ということで農協に対する指導権限、そういうのが付与された時代でございます。なお2009、ここに書いておりませんが、2009年ちょうどリーマンショックの後でございますが、それまで11代続いた政府からのトップがですね、プロパーのトップに12代目から変わったということで、それをもって、完全民営化じゃないかという方もおられます。打足でございます。農林中金の役割の変遷を3つのステージで、少し説明させていただきます。設立直後はですね、政府から借り入れたお金、あるいは農林債券を発行して自ら調達したお金を農村に供給していくということでございます。従いまして、農村への資金供給なりですね、農協間の資金の過不足の調整をする、そんな時代が続きました。私の第一ステージというふうに認識しております。その後ですね、やはり高度成長なり、あるいは列島開発、土地開発ブーム、それから農地の宅地転用等々でですね、農村の方の資金需要が余剰になってきました。そんなところから少し時代が変わってですね、第二ステージに入っていくのかなというふうに思っています。つまりその時期はですね、産業界の方はまだまだお金が必要でございましたので、農林中金は短期の金融市場を通じて都市銀行なりにお金を出していく、そういう時期でございました。また当時ちょうど国債が大量発行されて、それを安定償還引き受けをしないといけないと、そういう中ではですね、国債等の大口運用者、機関投資家というようなことでの呼ばれるようになった、それが第二ステージだというふうに思っております。ご案内のとおり2000年以降ですね、銀行の不良債権問題であったり、あるいは国内の貸し出し市場の縮小であったり、あるいは国債が非常にクーポンが下がってくる中でですね、とても国内では運用できなくなったというようなことから、海外に運用先を変えていくということで国債分散投資が始まったというのが第3ステージだというふうに認識しております。
それ以降ですね、各県で今まで電算運用してたのを全国で一本化して農林中金が運営してですね、それからまあ信用事業を、まあ、農協の信用事業を全部一体的にまあ運営していこうというようなまあ姿が出来上がったのがこの第3ステージということでございます。ざっと今現在のこれが税バンクシステムの仕組みでございますが、農協の経営なりですね、の健全性と事業の一体的な運営を目指した仕組みということでございます。ざっと今の系統全体の資金の流れを見ていただきたいというふうに思いますが、農協がですね、農家やまあ地域の方からお預かりした貯金がだいたい101兆ございます。それを農協の段階と県の段階等で運用してですね、最終的にはその緑の線の下でございますが、ここに農林中金の方に65兆ほど、まあ、預けられているということでございます。農林中金はこれを有価証券等に運用してですね、農協はこれを、まあ、原資に営農活動、まあ、今600億ありますけど、そういった費用を捻出した上で最終的に、まあ、利益を確保しているというのが大きくいった、まあ、系統全体の流れでございます。それではここからですね、現行の中期経営計画の取り組みを少しご紹介させていただきたいと思います。先ほど申しましたように、より直接的に農林水産業なりに貢献すべきじゃないかというようなことでですね、考え方としては農協のその先、つまり農業者のこと、あるいはまあ今まで必ずしも農協と仲は良くなかったけれども、これからの農業の担い手になる中軸になる農業生産法人、農業法人のこと、あるいはそれからメンバーが暮らしている地域のこと、そんなことをですね、より強く意識した経営をしていこうというのが現行の中期経営計画です。そういう中で私たちが思いをですね、共有、一つのものにするために、まあ標語としてですね、持てるすべてを命に向けてという大胆なフレーズを置きました。その心はですね、やはり一次産業が食を作り、食が命を育み、そしてまあ次世代につながっていくんだというところに私たちは関与しているんだという思いでございます。またバリューレポートというのをお手元に置かせていただいてますが、そこでですね、私たちは言ってみますと、地域とそれから農林水産業を事業基盤とする中で、今からご説明申し上げます3つのビジネスを展開してですね、最終的には社会への多様な価値、あるいは社会問題の解決に資するような、まあ、組織であろうとありたいということで、価値モデルを創造しております。つまり、まあ、コーポレートブランドに込めた思いをですね、役職員みんなが、共有してですね、この思いを、まあ、グループの全農さんなり含めてみんなと相互作用しながらですね、今から申し上げます、まあ、著についたばかりの、まあ、職能なりの取り組みを重ねていくことで、先ほど見ていただいた第4のステージをですね、まあ、どういうふうに作っていくか、そこに挑戦していくかということが非常に重要かなと思っております。そういう意味ではですね、今の取り組みについて足らざる分だとか、あるいはもっとこんなことをした方がいいんじゃないかというようなところがありましたらですね、ぜひ皆さんからご指摘なり叱咤激励なりをいただければ幸いでございます。それで現在の食のビジネスからご説明を申し上げます。食のビジネスなんだということに関してですけれども、一言で言いますと、生産者とですね、それからまあ食と農に関する企業の、まあ、駆け足になってですね、ここのバリューチェーンに対して、金融とか、あるいはネットワークが持つ情報なりを踏まえてコンサルティングなりをしながら、このバリューチェーンをより太いものにしていきたい、すなわちここにある GDP をですね、少しでも上げていきたいというのがその狙いでございます。
このページに取り組みを貸していただいております、まあ、あの地図マップでございますが、4点、融資、出資、それから、付加価値化への取り組み、それからコスト低減への取り組み、こんなあたりをですね、スライドを追いながら少し見ていただければというふうに思います。まず出資と融資でございます。融資と出資でございます。ここにありますように、農業者への融資、これ農林中期の数字でございますが、これについてはですね、件数金額とも少しずつ増えてきているということでございます。またあの出資についてもですね、これあの 農業法人の皆さんからすると、まあ、融資についてはいろいろ機会はあるけれども、やっぱり経営のリスクバッファーなりになる出資っていうのはへの期待は非常に強いということでですね、ご案内通り件数約500件、それから金額で80億弱と、こういったまあ実績になって、ここは非常にまあ伸びているということでございます。出資の例を少し見ていただきたいと思いますけれども、ここはまあベルグ福島、ベルグアースということでですね、野菜の苗を作っている会社でございますが、まあ、非常に連作に強い苗を開発しているというようなこともあってですね、福島の復興に使えないかというような観点での出資でもございます。またこれはあの日本美食といいまして、まあインバウンドの人にですね、言ってみますとオンラインサービスを提供しているところでございますが、ぜひ日本の農産物のまあ消費拡大なりですね、地域活性化に使えないかというような格好で出資なり協業をしている先でございます。さらに次はですね、岩手県の遠野でございます。ホップの里として知られているところでございますが、まあ、キリンビールさんと組みながらですね、ここに出資をして、まあ、地方創生なりまちづくりといったあたりに、まあ、取り組めないかということで出資なりをしているところでございます。次に、まあ、付加価値化の取り組みということでございます。まあ、6次化のファンドへの対応とか、国内商談会等々ございますが、ここにはですね、主に輸出促進の取り組みということで置かせていただいております。ここにありますような輸出の息吹といった芽吹きといったですね、広報を知らせる、知っていただく段階、それからセミナーで勉強していただく段階、それからテストマッチということで、まあ、実際に出てどんな雰囲気かを味わっていただく段階、それから、まあ、実際に、香港や台北やシンガポールでですね、実際の商談をしていただく段階、そんなことを、まあ、私どもの取引先なりに向けて一緒になって取り組んでいるということでございます。さらにこれあのコスト低減ということで、まあ、アグリシードリース事業というのをやっております。これはですね、言ってみますと農家の方、農業法人の方がですね、規模拡大なり、あるいはより生産を効率化していくために、まあ、大規模な農機具投資をするというような場合にですね、リース事業を行ってそのリース助成なりをしていくということで、これで1万1000先に対して250億弱の、まあ、こういった、まあ、助成なりをして大規模化を支援しているといった例でございます。次にあのこちらは、まあ、コスト低減に向けていろんな、まあ、新技術の挑戦があちこちでなされております。そういう中ではですね、DNA チップということで、まあ、これは牛の、まあ、健康状態を測っていくための、まあ、DNA チップの配布であったり、あるいはこうあの、まあ、農業よくおじいさんの、まあ、勘と経験みたいな匠の技と言われてますけど、そういったやつをより見える化しできないかといった取り組みであったりですね、やっぱりリレーはあの輸出に関しては、まあ、リレー出荷が非常に大切でございます。そういう意味でのリレー出荷であったり、そんな取り組みに対する、まあ、支援なりを行っているという例でございます。さらに農業法人に対してはですね、やっぱりその経営なり営農相談というのが非常に重要でございます。そういう意味では、まあ、ウェブサイトでですね、セミナーだとであったり、個別の相談会であったり、そういったものを提供するとともにですね、全農さんと一緒になってですね、例えばここにありますのは、
まあ、流通ベンチャーでございますアグリゲートさんというんですけれども、規格外の野菜をですね、今まではほっとかれたんですけど捨てられてたのをですね、規格外の野菜であってもちゃんと生産者から消費者に届けられるルートを作ろうというようなことで、こういった取り組みをまあ支援したりという一緒になって取り組んだりということでございます。当然林業についてもですね、基金を設けた支援助成であったりですね、それからこうウッドソリューションネットワークということで、まさに今回林業のとこに林政のとこに出てきてますけれども、国産材のまあ利用販売、利用拡大なりを図ろうといった取り組みを支援したり、あるいは水産でございますが、水産も新規の就業支援であったり、このイートジャパンというのはゴーゴーフーズといいまして、まあ、鮮魚を海外香港に運ぼうだとか、あるいはここのいつか最近あれで新聞出てましたが羽田市場ということで、まあ、全国の鮮魚をですね一気に羽田経由でまあデリバリーしていこうと、まあ、こんな取り組みに対していろんな格好でまあ関与なりサポートなり相談を受けたり、そんな取り組みをしているところでございます。次にリテールビジネスということについてご説明を申し上げたいと思います。リテールビジネスは組合に対して農業融資なりですね、ライフサポートライフプランに沿った商品がきっちり農協が提供できるようにということをですね支援する、まあ、支援なり指導する、まあ、事業でございます。今、J グループを挙げて自己改革に取り組んでおります。3つの柱がこうございまして、この3つの柱に沿って、このリテール事業を展開しているわけでございますが、とりわけ第一の柱のところでは農林中金がこの応援プログラム1000億という真水のプログラムを用意してですね、先ほど見ていただいたような食農の取り組みをどんどん広げていこうというような取り組みでございます。次に税バンク全体の農業融資のところを見ていただきたいと思います。農協と新農連と農林中金それぞれ役割分担しながら大体2兆5000、全国の農業融資の6割程度をやっているということでございます。小泉部会長からですね、農林中金は 0.6% しか融資がないということでのご指摘をいただきましたが、まあ、私どもはこういう3段階の役割分担の中でですね、特に農家とか小規模のところは農協なり新農連でやっていただいて、信用リスクが高くなったり、あるいは大口のところをですね、農林中金が担当するというような役割分担のもとで、この J バンクトータルでの農業融資を行っているということで、まあ、全体でまあご理解をいただけたらということでございます。2番目の柱がですね、もう一個取り組んでいるのが、まあ、営農経済事業に専念できるように農協がですね、農協の事務の効率化を図ろうではないかということでですね、機械化に対するまあ促進をしているということでございます。この機械化によって、まあ、今のところ10数%ですけど、論理的には4000人近くのまあ要員が生み出せるんではないかと、こういう取り組みを現在しております。さらに言われて課題宿題として与えられています代理店についてもですね、農協の方がまあ代理店にするのか総合事業で行くのか、それを検討できるようにですね、材料を提供しているというところでございます。来年の5月までに農協の方がまあそれを判断するということでございます。さらに地域と地域の利用者を結ぶまあ金融サービスということで、一つはですね、まあ、国産の農産物を食べていただこうという思いもあってですね、定期貯金と農産物の購入券の、まあ、セットした商品であったりですね、あるいは、まあ、直売所っていうのがあるんですけど、そちらの集客支援であったり、さらにはちょっと移動店舗ということでですね、まあ、過疎地のお取り寄りに対しては金融キャッシュポイントへのアクセスが非常に深度ございます。したがって
移動店舗ということで、まあ、言ってみますと過疎地まで車をで運ぶというような取り組みをしておりまして、これは同時に被災地への復旧支援ということでございまして、例えば今回、西日本の集中豪雨でですね、岡山県の真備町が非常に、まあ、被害を遭いました。そこに対して、隣のですね、これは姫路の移動店舗車ですけど、これが、まあ、真備町の方に行ってですね、被害に遭われた方に対して、まあ、通帳なり印鑑なしでも、まあ、現金の支払いに応じたと、まあ、こういった取り組みでございます。さらに、まあ、最後はやっぱり農協運営、人ということになります。そういう意味で人材育成についてもですね、アカデミーというのを主催しながら役職員に対してですね、変革リーダー、あるいは CS、それから人材マネジメント、そんなまあ研修を実施しているところでございます。最後に、投資ビジネスについてご説明申し上げます。これは地域で預かったお金のうち地域で運用できないところですね、まあ、いかにまあグローバルに分散投資しながら運用していくかと、そしてその成果を還元していくかということでございます。農協貯金の方非常にまあ順調に伸びております。それに伴って農林中金のバランスシートも先ほどご紹介いただきましたように100兆円程度に伸び増えてきております。一方で、その資産のですね、中身につきましてはですね、外貨で運用するために、まあ、為替のリスクをヘッジするということもあって、外貨調達をしながら運用するということで、運用資産自体はですね、有価証券の運用というのは60兆程度で、だいたい横ばい程度になっているということで、少しギャップが出てきているということでございます。そのポートフォリオの中身はですね、だいたい債券6割、クレジットが3割、その他1割、それから国内と海外の比率がだいたい3対1、こんな数字になっておりまして、ここにその中身を書いたパイチャートがございます。またその経常利益と自己資本比率の推移でございますが、農林中金非常に、まあ、リスク管理ということを最優先に取り組んでいるために、自己資本比率自体はほぼ横ばいというかですね、高位の安定をしておりますが、逆にリスクを取ってないということもあって、あるいは最近の運用環境が非常に厳しいということもあって、経常利益は少し右肩下がりの推移になっているということでございます。現行の地域活性化なり、地域貢献の取り組みについて少しご説明を申し上げます。これは東日本の復興震災からの支援に向けてですね、300億の真水プログラムを用意して、金融支援であったり、あるいは営農再開の費用助成であったりと、こういったのに取り組んだ例でございます。7年間でだいたい250億ぐらいの支出額になっておろうかと思います。さらにこれは未来基金という申しまして、お手元に未来の宝石箱という本を置かせていただいております。これはですね、やっぱり農林水産業の、まあ、未来を切り開くような地域の取り組みをですね、どうやって、まあ、支援していくかということでですね、毎年審査会なりを開きながら地域の取り組みを後押ししていこうということで、これまで32件の取り組みをしております。後ほどこの中身なりを見ていただければと思います。そして次がですね、やはり今後の農業、企業的な経営マインドを持った農業法人ということが非常に 大切だろうということでですね、日本農業者経営大学校というのを農林中金の取引先260社ぐらいと賛同を得ながらですね、大学の運営を経営して指導しているということでございます。2年間の合宿制による学びの場ということでですね、こういう将来の農業の担い手とですね、あるいは企業、食品企業なりとの、まあ、出会いの場であったり、実際にビジネスとしてどういうふうに展開するかと、そんなマッチングなりと、そんな場を提供している先でございます。その他ここにはいろいろ書いております。一つは、まあ、新規就農応援事業であったり、あるいはこちらはですね、 ABC クッキングなりと組んでですね、
海外の方で日本食の発信をしていただくとともに、あるいはインバウンドで実際に日本に来て日本のものを食べてみてくださいと、まあ、こういった取り組みをしているところでございます。さらにまあ こちらには、食の教育本を2万ぐらいのまあ小学校に配って、まあ、日本の食料がどういうふうになっているかというのをより理解していただくというような観点であったり、大学の寄付講座、こんなところを書かせておりますいただいております。最後に3番目のテーマでございます。100周年に向けてということで、今のこれまでの取り組みを今後どうしていくかというところについてご説明をさせていただきたいと思います。まあほとんどスライドじゃなくて口頭になろうかと思いますが、私ども取り巻く環境非常に厳しいと思っておりますし、課題は本当に山ほどあるというふうに思ってます。とりわけ農業と金融というのは2つの業界、やっぱり変革が最も遅れているというか、変革が期待されている2つの業態じゃないかと私理解しておりまして、その2つの業態に足を置いている農林中金でございますので、世の中の組織のですね、倍もあるいは4倍も変革をしていかないといけないんだろうなと、こんなふうに思っています。そういう中でもやっぱりこの技術開発みたいなところがですね、技術の進展がこの変革を非常にまあ煽っているというか煽られているというふうに認識しています。100周年と置かせていただきました。5年後の2023年にですね、100周年を迎えることになります。従いまして、まあ、これから5年間農林中金なり J グループがですね、どういうふうに取り組んでいくかが、まあ、農林中金のその先を決めるんだという強い危機感でございます。5点ほど私の方から申し上げたいというふうに思っております。1点目はやっぱりデジタルにどう対応していくんだということであろうかと思います。昨年デジタルイノベーション部っていうのをですね設けて、まあ、今から申し上げるような取り組みをしております。当然RPA や、まあ、AI などを使いながらですね、日常の業務の効率化ってこれ当たり前にやらなきゃいけないと思っております。さらに投資なり、食農の分野でもですね、投資先のモニタリングであったり、あるいは余震管理であったりトレーディング、こんなところをより自動化効率化していかないといけないし、さまざまなレポーティングも効率化していかないといけないということだと思っております。とりわけこのリスク管理のところについて、やっぱりデータ分析というのを通じていかにまあリスクを認識して、きちんとした運営ができるか、つまり経営の高度化に対してです、高度化にこれをどう利用していくかというのが非常に大きな話ではないかと、こういうふうに認識しています。当然スタートアップ企業ともいろんな格好で協業をしております。フィンテックだけではなくてですね、農業のことあるいは食料のことを考えると、いわゆるフードテックだとかアグリテックだとか言われるスタートアップ企業ともいろんな格好で協業しております。例えばでございますが、このアグリテックではですね、ナイルワークスさんっていうところありますけど、まあ、ドローンで自動散布する、あるいはメッシュで土地の情報を見ながらですね、どういう栽培計画をしたらいいのかというような技術なりを挑戦しているところでございます。私どもとしてはぜひこういったところと一緒になってですね、農業生産の効率化なりに取り組んでいきたいということでございます。さらに今全農さんなり J グループを挙げてですね、ラボを作ろうとしております。来年の3月にできると思っております。そういう中ではフィンテックだけではなくて、先ほど言ったいろんなテクノロジーをですね、ハイブリッドに考えていきたいというふうに思っております。当然そこにはパートナー企業との実証実験であったりですね、特にアグリテック、フードテックあたりのこれまでの取り扱いをですね、いかにデータ化していくか、そんな点がポイントであろうかと思っております。次にちょっと広い話題になりますが、食であったり農業であったり地域のですね、課題と今後の対応ということでございます。ここにいろいろな、まあ、問題点を置かせていただいております。自給率、あるいは生産力、あるいは職員ロス、あるいは地域消滅の危機、
いろんな危機問題点、皆さんご指摘の通りでございます。私これ詰まるところ、やっぱりここにあるような問題点というのは、産業としての魅力、つまりまあ所得の問題、あるいは食品なりの流通なりの問題、そんなところに帰結するのかなというふうに思っています。そういう意味では、まあ、もちろん輸出等を通じた需要創造はとも、もちろんのこと、生産性と所得、生産性をどうやって上げていくのかという点とですね、それからまあ物流なり流通の合理化、そんな点が非常に大きな問題ではな、課題ではないかというふうに思っております。新規就農の話、それから農業法人のをより育成強化していくこと、それからまあテクノロジーを使ってですね、ロボット技術やったり、いろんなまあ気象、土壌、土質、あるいは出荷の最適タイミング、そういったまあデータの提供から、やっぱり技、技術のデータ化、そんなところが非常に重要だと思っておりますし、また消費構造もですね、e カマースだとか中食化が非常に進んでおります。そういう中でやっぱり生産と流通の間をどうマッチングしていくかと、こんなところも非常にポイントになっているのではないかと思います。まあ、これ金融直接の話ではございませんけど、こういったことはですね、農業金融にとってもやっぱり融資審査の話であったり、あるいは農家の資金繰り管理という意味で、非常にまあこのデジタルデータの活用というのは役立つんじゃないかというふうに思っておりますし、まあ、ビジネスとして、真正面に捉えてやっていかないといけない話ではないかというふうに思っています。なお地方活性化、地域活性化についてもですね、ご案内のとおりインバウンドの話、あるいは健康寿命の話、それから関係人口論という言葉、そんな言葉をですね、追い風が吹いてるんだというふうに思っております。地域ビジネスであったりシルバービジネスをまあいかにまあ立ち上げて、これを支援していくか、そのためにまあ農泊だとか農家レストランというようなのをどう整備していくか、そんなところにですね、農林中金としてやっぱりコーディネーターとしてどういうふうに参画していくか、これが非常に重要であると思いますし、向こう5年間も力を入れていけたらというふうに思っております。いずれにいたしましても、まあ、今説明したさせていただいた点の取り組みをですね、いかにまあ面の取り組みに広げて、アジアの食農バンク、あるいはちょっと古いですけど昭和40年代50年代にですね、産業界で日本工銀が果たした、工業銀行が果たした、そういったのの農業版の、まあ、J バンク、それをイメージしながらですね、全農さんないと一緒になってこういったところに取り組んでいきたいというのが1点目でございます。次にまあここに金融を取り巻くいろんな環境を書いておりますが、系統信用事業について申し上げますと、やはりマイナス金利なり非常に環境が厳しい中で、どうやって系統信用事業が生き残っていくかということであろうかと思います。まあ、高齢化が進む地域においてですね、まあ、医療とか介護とか見守りとかいったデータを使いながら、年齢や家族構成に応じた最適なまあ共済商品、あるいは資産形成商品、あるいは相続商品、こういうのをきちんとフェイスフェイスに、極力フェイスフェイスでですね、対応していけるかということが、やっぱりこれからの金融業に求められる、まあ、付加価値提供の姿として、一番大切ではないかというふうに思っております。こういった取り組みに向けてですね、J バンクの方では向こう5年間の間でですね、一つは地域の資金ニーズにしっかり対応していくんだという話、それから今8000強あります店舗等リアルチャンネルをですね、これをいかにまあ効率的なリアルチャンネルにするか、あるいはお客様が使いやすいリアルチャンネルに再編成していくか、こういった点、それから先ほど申し上げました資産形成ということで、まあ組合員の長生きリスクにですね、どういった観点、どういったやり方で資産形成に資する対応をしていくか、それから一丁目一番地ともいいますやっぱり農業金融、とりわけ農業法人の、満足度
という観点から対応していくと、こういうのが信用事業の足元、これから先のポイントではなかろうかというふうに思っております。時間がちょっと迫っておりますが、運用のところについてはですね、ご案内のとおり非常に、規制も厳しくなっております。アメリカの出口戦略ということで金利も上がってきております。それから地政学リスク等々ございます。そういう中でやっぱりリスク管理とですね、これ特効薬はないというふうに思っております。地道な格好で今の分散投資をいかに少しずつ広くしていくかということになろうかと思います。そういう意味では今アメリカの債券が中心でございますが、これをですね、アメリカ以外をどう考えるか、債券以外をどう考えるかということでですね、必要に応じてやっぱり拠点についても足元オーストラリアと原稿を出しておりますけど、今後ヨーロッパの大陸の方を含めてですね、拠点を整備をしながら少しでも生の情報を取りながら投資をしていくかと、こんなところが重要でございます。最後に経営管理体制ということでお貸していただいておりますけれども、農林中金ここ数年本部制を入れたり理事会制度を変えたりというようなことをしておりますが、やはり農協新連等々会員の皆さんの意見をしっかり聞きながら事業運営するという共同組織のですね、基本、そこを堅持しながら、経営体制を世の中の変化にいかに対応できるようなスピーディーなものにしていくかということが大切だと思っております。来年から作る中経営計画ではですね、特にもう本店の間接部門だとかグループ会社のところで業務プロセスの見直し、あるいはデジタルの活用によって人を相当程度捻出したいと思っております。その人をですね、3つの場所に再配置をしていきたいというふうに思っております。一つは先ほどの職能のところで見ていただいたように、農家とよりお客様に近いところ、すなわち現場に、そして今投資のところで申し上げましたが、海外含めてより稼ぐところ、投資の拠点でございます。そんなところに、そして最後はですね、農協なりがやっぱり地域で主人公として役割を果たしていただくためにですね、農協のところに一緒になって働く、そういう出向を含めてですね、そういう場所にシフトさせていきたいと、こんな考えで今中期の経営計画を作っている次第でございます。時間が45分かかってしまいましたが、私からの説明は以上でございます。はい、どうもありがとうございました。農林中央金庫理事長として初めて日本記者クラブでの会見ということで、非常にきめ細かいですね、大規模な資金量で機関投資家であるという点と、JA バンクとして地域の金融機関として農業と地域の貢献に果たす役割について、かなり事業規模についても細かくご説明がありましたけれども、これから会場の皆様のご質問も受けたいと思います。まず最初にかなり細かい説明でありましたので、今一番多く集中をして農林中央金庫が取り組んでいる事業あるいは運用先等については細かく説明されて、なるほどという思いがしているんですけど、当面ですね、政府との関係におきましては、安倍内閣も新しい内閣改造をして、農林水産大臣も新たな閣僚が就任したわけですけど、今後そういう意味では一番重要だと思われるそのビジネス的な運用先を含めて、政府とは農林水産省等も含めまして何か課題として話し合われていることがあるのかどうかって、そのあたりをまずお伺いしたいと思いますが、いかがでしょうか。政府と直接今何らかの話し合いをしているということはこのテーマでとかいうテーマも含めてございませんが、今の与えられているテーマは自己改革にしっかり取り組めと
いうことがテーマだと思っておりますので、また大臣も自己改革にしっかり取り組むこと、あるいは農協自身で判断しながら進めること、そういうご指導なりをいた発言をいただいておりますので、その枠組みに沿って先ほど申し上げた少しでも農家の方の所得が上がるように、それに向けて金融はどうする、経済事業はどうする、そんなところを一つ一つ積み重ねていくということだと思っております。特段 の, アジェンダがあるわけではないというふうに認識しております。わかりました。それではこれから会場の皆様からご質問をお受けたいと思いますので、ご質問のある方挙手をされて、所属とお名前を名乗ってからお話したい。はい、どうぞ。今日どうもありがとうございました。日本農業新聞の論説員の尾形と申します。貴重な話をお伺いできました。実を申しますと、私も耶馬渓中津で育ちまして、お父さんの農協運動の薫陶を得たものとしてですね、大変感慨深い思いでおりますけれども、でその農協のお父さんが最も大切にされた地域に根ざした総合事業、これが一連の農協改革の中ですね、その総合事業が随分痛められてきている弱体化の方向でですね、いろんな改革の圧力がかかってきている。そこでお尋ねしたいんですけども、その中で最後に残された一番大きな課題はおそらく準組合の利用規制問題ではないだろうかと。でこれについてどのようなご見解をお持ちか、そして仮に準組合に利用規制が入った場合の信用事業への影響等についてお聞かせ願いますか。はい、ありがとうございます。地元のが一緒だったよねって大変驚いておりますけれども、準組合の利用規制のお話ございました。今 の, その政府から与えられている枠組みというのはですね、やはり34年までに準組合員が農協をどういうふうに利用しているか、あるいは準組合員から見てですね、農協は使いやすいのか悪いのかも含めてどうなんだというのを34年までに調査して、その後で方向づけなりをするという枠組みであろうかと思いますので、準組合問題については今たちまちどうこうという考えはありませんけれども、一つにはやはり農協はですね、総合事業ということとともにですね、私信用事業というのはやはり江戸時代以来やっぱり頼む志向だとかいうことで、地域の人たちが結びついた一つの結びつきとして、頼もしい加工だとか優位だとかいうことで、お金を通じてそれぞれが結びついているというような DNA も地域にはあるんだと思っております。そういう意味ではですね、地域の人が利用する農協というのはやはり信用も含めて、あるいは物販のものも含めてですね、総合事業でやっていくのが一番いいんであろうかと思っておりますし、そういう意味では地域の方が準組合員としてより農協に参画していただいてですね、その農協の運営の良し悪しについてもいろいろ意見を言っていただいて運営をしていくという形が一番望ましいんではないかというふうに思っております。足元は農協 の, 定款もですね、変えてより地域の人の意見を取り入れていこうというようなご意見も動きもございます。私はそういった方向でこの地域の総合事業農協は進めていけたらなというふうに思いますので、一言で申し上げますと、準組合員の方の意見もいろいろ取り入れながら地域で一緒になって運営していく、それから準組合員の方にも農業の在り方、食料の在り方についてどんどん意見を言っていただく、そんな姿が望ましいと思っております。それから仮で準組合員がということでございますが、仮の試算は全くしておりませんので、どういうふうになるというのは分かりませんけれども、今の準組合員が利用していただいていることを考えると、相当な打撃があるというのははっきりしているという、事業量が縮小するということははっきりしているというふうに思っております。
よろしいでしょうか。あ、それでは、あ、じゃあ井本さんどうぞ。あ、送り辞書ありがとうございました。日本農業新聞の井本です。あのちょっと2つほど、あの100年というお話なもんですから2つの100でちょっとお尋ねしたいんですが、1つは100兆円の大台を超えておりまして、この時この運用というのが大変大事だと思うんで、その辺のちょっとイメージなんですが、それで頻繁に出てくるのは、私これ見てて、あのやっぱり全農との連携といいますかね、産地を持ち農畜産物を持っている全農との連携というのがやっぱり話としてはですね大きいのかなと思いまして、それから100年、あの1923年ですので5年後に100年ということだと思いますが、普通中期計画は3年間で終わりになってたんですが、あの5年ということを何度もおっしゃるんで、5年間のスパンの中期計画になるのかなということも思っておりまして、その辺をあのお尋ねしたいと。それで、リーマンショック10年前のリーマンショックの影響というのは、まあ、どこの金融機関もでしたけど、農中というのは相当ダメージ受けまして、同心2兆9000億ですか、ある意味で原点回帰といいますかね、やっぱり食と農というのが改めてとこう思っておりまして、その辺も含めまして、まあ、あの地域中期計画もちょっとイメージを持たせて、それで5年間なのかも含めまして教えてください。以上です。はい、ありがとうございます。純不動になろうかと思いますが、通常、まあ、あの事業計画って見通せる範囲という意味で言いますと、まあ、3年ぐらいが精一杯だということではありますけれども、私ども先ほど申し上げたように、まあ、100周年に向けてですね、この5年間がその先を決めるんだという意識でございます。したがって、計画期間も5年間で取りたいというふうに思っています。その際やっぱりあの5年間でありますと数字的に本当に見通せないところも出てくると思います。そういう意味では少しあの理念計画みたいなことになろうかと思いますけど、一方で実際の行動計画なりは毎年毎年こうリバイバルしながらと、見直しながらと、そんなあの進め方になろうかと思います。またあの地域の皆さんからの、まあ、信頼なり利用いただいて、税バンク税貯金も100兆円ということで、まあ、地域においてはあのシェアなり一定のシェアなり存在感をいただけているのではないかと、こういうふうに理解しておりますが、運用はご案内のとおり、マイナス金利でもございます。また外に持っていってもアメリカの短期金利金融緩和戦略の出口でもございます。そういう意味で運用環境としては非常に厳しいと、これは全ての金融機関に通ずることではないかと思っております。そういう中でやはり会員の農協にはですね、先ほど申し上げた中で3つのことに取り組んでほしいということで、メッセージなり中期戦略、これ J バンクに対するバンク全体の事業実施計画でございますけど、そこではですね、一つはやはり農協がもう一回地域の資金需要を作れるように、金融仲介機能が果たせるような農協になりましょうというのが一点です。もう一つはですね、やはり先ほど店舗の話もしましたが、効率化をやっぱり取り組まないといけませんという話が2点目です。で、これまでこの2点はどちらかというとこれまでの従来の金融ということでございますけれども、3点目はやはりですね、今までは貯金を集めてローンをするということで、本当に利用者貯金者にどれだけの付加価値を提供できているんだろうかという観点からするとですね、定利の貯金、低い利回りの貯金だけということになりますので、本当はやっぱりこれからは、組合員の資産形成、しかも長生き非常に寿命が伸びた中でですね、60歳からでも資産形成をして80歳以降に備えないといけないと、こういうことでございますので、やっぱりどういった商品を投資も含めて、商品を持っていたらやっぱり将来の長生きリスクなりに対応できるんだろうかと、こういう観点から、顧客本位のですね、商品をきちんと提供していく、この3つにを取り組みましょうということでございまして、まあ、農林中金からの運用還元は先細ります。したがって、会員の皆さんには今言った3点で、まあ、一緒になって努力していきましょうと、こういうのが今の枠組みでございます。最後にリーマンなり限定回帰のところでございますが、リーマンのところに関しましてはですね、まあ、非常に流動性がなくなったところで評価損を
持ったということでございまして、ある意味、まあ、財務バランスシートの問題であったということでございますけれども、今はそれが、まあ、あの収益力PL の問題になってきているということでもあろうかと思います。リーマンの時の教訓としては、まあ、リスク管理のやり方ということで教訓を持っておりますが、この運用による還元というのは引き続きやはり農協が地域でいろんな事業をやっていく上ではですね、地域のためにもあるいは農家のためにもですね、必ず必要になってくるものだというふうに思いますので、運用還元一本やりではなくて運用還元もしつつ、また農協段階も地域で頑張りながらと、こういう姿で取り組んでいけたらなというふうに思っています。そういう意味では、まあ、原点回帰といえば原点回帰かも分かりませんし、その際やっぱり全農さんなりと一緒になってですね、農業のところを農業のこと、食のこと、地域のことにどれだけ取り組めるかが私たちの、まあ、価値なり存在意義なんだろうと、こんなふうに思っておりますので、少し答えになったかどうか分かりませんが、原点回帰といえば原点回帰でございますし、そういう取り組みを進めていきたいということでございます。はい、どうぞ。フリー会員の蔡氏と言います。過去の実績あるいは将来の展望、いろいろ詳しくお話ししてありがとうございました。それから今カボスのジュースを飲ませて、ね、美味しかったただね、ちょっと僕は一つ足りないなと思ったのは、この食の安全という事業者からの立場をどうお考えになっているか、今度の、まあ、昨日私オリンピックの関係で質問したんですけども、今度の東京オリンピック・パラリンピックでですね、日本の農畜産物が外されてるんですね。これは要するに完全にオルガニックでないという判定を下されたわけで、大変恥ずかしい事態じゃないかと思います。これをですね、どういうふうにお考えになってるか、食の安全ですね、あるいはオルガニック、国際的な金融機関がですね、例えば地球環境に優しい、あるいは厳しい石炭にも投資しないとか融資しない、でそういう考え方でいくとですね、今までのようなただ IT とかですね、あるいはドローンにうんぬんというよりもね、こちらの方の食の安全をどうするかということを聞きたいと思います。ありがとうございます。はい、佐々木さん、ありがとうございます。食の安全のところ、確かにご指摘のように、日本の中でいるとどうしてももともと日本はクオリティが優れているものだというふうに思い込んで、海外とりわけヨーロッパとかがですね、どんな基準でどういうことをやっているかっていうのに対してちょっとアンテナが低くなっている嫌いはおっしゃる通りあると思います。それが多分今回のオリンピックなりでですね、やっぱり基準にちゃんと適合しているかどうかっていう説明責任が日本の生産側にもご指摘の通りあるんだと思っております。今ギャップだとかの取り組み、まだ本当に地上についたばかりですけど、むしろやっぱりそういった基準でかつクオリティが高いんだというところで、日本の農産物のより付加価値を上げていくという取り組みは、まあ、ご指摘のように必要だと思っています。しかも、まあ、それにはまだまだキャッチアップが必要だと、こんなふうに認識しております。私どもも心がけて、取り組みができたらなというふうに思っております。ありがとうございます。他にいかがでしょうか。じゃあどうぞ。はい、個人会の小林と申します。今までのお話とちょっと外れちゃうんですけれども、世界はいずれ人口爆発に直面し大変な食糧危機に陥ると、それがいつのことかですね。これはまあいろいろ学者その他、先生たちは調べているわけでしょうけれども、この問題をですね、もちろん農水省なり、全農さんなりのとのも一緒にですね取り組んでいかなきゃ
いけない問題かなと私は思うんですが、そのあたりは今どんなことをお考えになっていますか。はい、具体的に取り組みでご説明することはできませんけど、今本当にご指摘の通り、日本は648万トンの 食品ロスを出しながらですね、世界中ではやっぱり飢えた方もおられるということで、まあ、非常にまあアンバランスというかですね、いう状態にあるというふうに思っておりますし、またこれから人口が100億人になった場合には、とても今 の食べ物では間に合わなくなるという気もしております。そういう中で日本の耕地が十分、田畑が十分使われてないっていう状況がですね、非常に矛盾というか、なかなか腑に落ちない状況でございまして、確かに平地なり耕地面積という意味ではなかなか使いづらいのかも分かりませんけれども、来たるべきその食料不足の時点でですね、日本の耕地なりが本当にフルに使われるような状況が本当に望ましいと思いますし、一方で多分その品種みたいなものですね、本当にオーガニックみたいなのをじゃないのしか食べれないような人も出てくるのかなというような、要するに人造タンパクみたいなのを含めてですね、そんな時代にもなりかねないというふうに思ってますので、申し上げたいのはやはり今自然にできているもののタッとさみたいなのとかですね、私どもがそのコーポレートブランドに置いた思いは、やっぱり一次産業が命を育み、それがその世代をつないでいくんだというところに、より、オーガニックでよりいいものみたいなのをですね、DNA にとっていいものをつないでいけるような取り組みというのは、全員がそれを希望していると思いますので、そういう方向に少しでも取り組めたらというふうには思ってますけど、金融で実際明日から何するんだと言われると、ちょっとまだ具体策を持ってないというのが現状でございます。よろしいでしょうか。それじゃあ最後のご質問にさせていただきます。どうぞ。何十年か前の NHK の会長ですたまたま大分県の知事は中学高校の後輩になりますが、私ね、ちょっとこれ見てましてね、日本の農業が持続的に成長していくと、でさらに世界においても輸出産業なんかで競争力もある、そういう立場からするとですね、中央銀行としては農業のどの部門にね重点を置いてやっていったらそういうふうになっていくのか、あるいは農業の構造改革も含めてね、というのはちょっと見てますとね、これ私はあんまり農林中金104兆円ですね、これフランスのあれに続いてなんかすごい世界で大きいわけですね、はいはい、ところがこの見てるとなんかグローバル資産市場運用資産が 60.5 兆円ですね、ということはその6割を外に行っちゃってるのか、そうすると一体日本の中の農業の改善に対してはどういう立場になってくるのかというのをちょっと疑問に思いましたので、もしご説明いただければ。はい、わかりました。GDP と融資残高っていうのは意外とこう比例しておりましてですね、日本の農業の GDP と先ほど見ていただいた農業融資残高、これはどうしてもそういう関係にあって非常に少ないものにならざるを得ないということでですね、一方で地域の方は資金が潤沢なので、どうしても私どもとしては運用すべき資金が私どもに預かってしまうということになります。それをなかなか今のところ国内で運用する機会がないもんですから、海外に持って行って、逆に言うと海外の富を日本に持って帰ってですね、その富で日本の言ってみますと地域のこと農業のことに少しでも役立てたいというのが今もしくは今までの思いでございます。一方でご指摘のようにやっぱり国内でそれじゃどうやって資金需要を作っていくのかという点についてはとてもその100兆円のバランスシートのうちのですね、その1割とかそんなところの桁までにはいかないと思いますけれども、やはり
農業法人の方は今作るだけではなく、やっぱり加工だとか輸出だとかも十分視野に入れておられますので、そういった方の資金需要をどう作ってそこに対応していくのかとか、本当はもう少し地域の方に人が来ていただくことでもう少し地域の GDP が上がるんだと思いますけど、そういったまあ地域における先ほど少し申し上げました農泊だとか農家レストランだとか含めたそういったまあ地域ビジネスみたいなところにですね、少しでもまあ資金需要が作っていけないのかと、こんなあたりにまさに挑戦していかないと、アンバランスのままずっといくということが続いてしまうのではないかということで、本当にまあ小さな取り組みではありますけど、そこを重ねていくしかないんじゃないかなというふうに思っております。よろしいでしょうか。それではまあ、今日奥理事長においでいただいて説明していただいた農林中央金庫としての立場を含めた記者会見をこれにて終わらせていただきたいと思います。最後にですね、今日奥理事長がお書きになった、まあ、記号ですけれども、人生苦しい時が上り坂というふうに書かれていますが、何か一言ございますでしょうか。はい、これはベートーベンの第9の作詞家になりますけど、フリードリヒ・フォン・シラーという方がですね、やはりいろいろ組織もしかり個人もしかりですけど、難しい苦しい時はですね、その人が成長している証だということで、まあ、自分の励ましの言葉としてこの言葉を、まあ、好んでおるということでございます。ありがとうございます。どうも。それでは本日の記者会見をこれにて終了させていただきます。これは最後にそうですか、日本記者クラブからのありがとうございます。大事にします。ありがとうございます。